ののサムエルのお話後編トムは壁にあいていた穴に潜り込みとても窮屈な狭い道へ無理やり入っていきましたそこは真っ暗でしたトムは気をつけて何メートルか手探りで進んでいきました実は トムの歩いていったのは屋根裏部屋から見ると小さな印のある板の向こう側でした。そのうちトムはすってんころりん穴から落ちてとても汚いボロの上へどっさりと乗っかりました。急いで起き上がって辺りを見回すとトムは 生まれてからずっとこの家に住んでいたというのに、そこは見たこともない場所でした。そこはとても小さな風通しの悪いカビ臭い部屋で、板やたるきは丸出しになっていて、雲の巣がかかり、板の間からは漆喰がはみ出していました。トムの真正面には、 できるだけトムから離れるようにしてものすごく大きなネズミが座っていましたわしのベッドへすすだらけで転がり込んでくるとは何のつもりじゃ大ネズミは歯をカチカチ鳴らしながら言いましたあのすみません煙突が詰まってて 掃除しなくちゃいけなかったんです。とトムは言いました。アナマライアーアナマライアーと大ネズミは金きり声でおかみさんを呼びました。パタパタという音がして、一匹のばあさんネズミがたるきの影から顔を出しました。あっという間に ばあさんネズミはトムに飛びかかり、トムは何が何だかわからないでいるうち、上着は剥がされ、くるくる巻きにされ、紐できっちり縛られてしまいました。縛ったのは穴マライアで、じいさんの方は座って鍵たばこを嗅いでいました。縛り上げるのが済むとネズミたちは座って、 ポカーンと口を開けてトムを眺めました。穴まらいや。とじいさんネズミは言いました。このネズミの名はヒゲのサムエルと言いました。わしに猫巻き団子を作ってくれや。練りコとバターと綿棒がいるわね。おかみさんは 首をかしげてトムをとっくり眺めながら言いました。いや、ちゃんと作ってくれや。とサムエルは言いました。パン粉を使ってな。バカなこと言いなさんな。練りことバターでいいんです。とアナマライアは言いました。ネズミたちは しばらく話し合ってから出かけていきました。サムエルは腰板に開いている穴をくぐり抜け、大胆にも表階段を駆け寄り、牛乳置き場からバターを取ってきました。途中で誰にも会いませんでした。それからもう一度綿棒を取りに出かけました。そして、 酒屋さんが酒だるを転がすように、両手で綿棒を転がしながら戻ってきました。リビーおばさんとたびた奥さんの話し声が聞こえました。でも二人はちょうどろうそくに火をつけて、箱を覗き込むのに夢中でしたから、サムエルには気がつきませんでした。 アナマライアは、裾板と窓の鎧色を伝わって、お勝手に降りていきました。そして、小さなお皿を湿気し、練、ね、り粉をちぎって、それに入れました。アナマライアは、モペットのいることには気がつきませんでした。屋根裏に、 一人取り残されたトムは転がり回りながら泣いて助けを求めようとしました。けれども口の中はススと蜘蛛の巣でいっぱいですしとてもきつく縛られていたので他の人に聞こえるほどの声は出ません。ただ一人天井の隙間から出てきた雲がトムの手の届かない遠くから 紐の縛り具合を調べるように見ていました。クモはいつも運の悪い青映えを縛り上げていましたから、縛り方の上手下手はよくわかりました。クモはトムを助けようとはしませんでした。トムはもがき、のたうちまわってくたくたになりました。まもなく、 ネズミたちが帰ってきて、トムをお団子にする用意を始めました。まず最初に、トムにバターをなすりつけ、それから練り粉で包みました。アナマライア、紐はこなれが悪くはないかと、ヒゲのサムエルが聞きました。アナマライアは、 そんなこと心配するほどのことはないと言いました。それよりこの猫に頭を動かさないでいてもらいたいわね。ねりこが崩れてしまう。と言ってアナマライアはトムの耳を持っていました。トムは食いつこうとしたり、つばを引っ掛けたり、泣いたり、 もがいたりしました。そのまに綿棒はペタ,ペタ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 と行ったり来たりしました。サムエルとアナマライアは綿棒の端を片方ずつ持って転がしました。尻尾が突き出とる。お前の取ってきたネリコは足りんかった。 これ以上私にモテるもんですかアナマライアは答えました。わしにはどうもいい団子のように思えん。すすくさいよ。サムエルが手を休め、トムを眺めて言いました。アナマライアは口答えをしようとしました。と、その時、急に上の方から、 他の物音、ゴリゴリというノコギリの音がし始めました。犬の鳴き声、足で引っかく音も聞こえます。ネズミたちは綿棒を取り落として耳を澄ましました。穴まらいや、わしらのたくらみは露見した。邪魔が入った。 わしらの持ち物、それから奴らのも取りまとめてすぐ引っ越しだ。どうやらこの団子は置いていかなくちゃならないらしいわね。しかしお前が何と言おうと、あの紐は絶対こなれんよ。さ、さっさと羊の骨を かけぶとんに包むのを手伝ってくださいよ。くん製のハムの塊を半分、煙突に隠してあるのも取ってこなくちゃ。というわけで、大工のジョンが床に穴を開けた頃には、床下には綿棒ととても汚れた練り粉に巻かれたトムの他には誰もいませんでした。けれど、 あたりにはネズミの匂いが立ち込めていました。そこで大工のジョンは鼻を鳴らしたり、かぎ回ったり、尻尾を振ったり、駆け歩いたり、首をねじくぎのように穴に突っ込んだりしながら、午前中をそこで過ごしました。その後でジョンはまた床に板を打ち付け、 道具を袋にしまって下に降りていきました。猫たちは落ち着きを取り戻し、ジョンにお昼を食べていくようにと言いました。旅田奥さんは練り子をトムの体から剥がして、すすが目立たないように干しぶどうを入れて、ゆで団子にしてあったのです。でもトムはまだ バターだらけでしたからお風呂に入り洗ってもらわなければなりませんでしたジョンもお昼に腕だんごの出ることは匂いで分かりましたが残念ながら食べていくわけにいきませんでしたちょうどポターさんの手押し車を仕上げたところでそれに鳥小屋も2つ作らなければならないから ジョンは言いました。「その日の夕方私は郵便局まで行こうとしてふと横丁の方を眺めましたするとひげのサムエルとおかみさんが走っていくのが見えました大きな包みをいくつか小さな手押し車に乗せていましたがその車は私のに よく似ていました。二人はちょうどお百姓のバレンショさんの納屋へ駆け込むところでした。サムエルははあはあ息を切らし、アナマライアはまだキーキー声で文句を言っていました。アナマライアはそこらの様子はよく知っているらしく、荷物もかなりたくさんあるようでした。 私はアナマライアに手押し車を使っていいと言った覚えはありませんよ。サムエルたちはバレイショさんの納屋に入っていって、星草の山の上へ荷物を紐で吊り上げました。それからあと、旅た奥さんの家には長い間ネズミが出ませんでした。 ところが一方バレイショさんは気がおかしくなるほどひどい目に遭いました。この人の悩みはネズミの出ること出ること出ること。鳥の餌は食べつくされカラス麦やふすまはぬすまれ粉の袋は穴だらけになりました。そのネズミたちはみんな ヒゲのサムエルご夫妻の子孫。子供や孫やひい孫やひいひい孫たちでした。いつまで行ってもキリがありませんでした。モペットとミトンは大きくなると大変ネズミトリが上手になりました。二人は村へネズミトリに出かけて、方々から仕事の注文を受けました。 取ったネズミは一ダースいくらでお金を払ってもらいましたから安楽に暮らすことができました。モペットとミトンは自分たちがどんなにたくさんネズミを取ったか見せるためにネズミの尻尾を納屋の戸口に下げました。それこそ何ダースも何ダースも何ダースも。けれども、 トムはいつまで経ってもネズミを怖がりました。とてもネズミと出会うなんて我慢ができません。こんな小さなコマネズミででもなければ、終わり。